感動果物農家山本農園と申します。和歌山県和歌山市の奥スタ60というところで、果物、桃、柿、みかん、スイカ、お米など、柿豊かを主に、栽培して、市場出荷はせず、美味しい果物をこだわり抜いて、産直でこうやって直接お渡しして販売するスタイルで頑張ってやっております。で、まあ桃に関しては特に糖度が非常に高いということで、おとついは桃が 30.9 度の糖度出まして、まあ和歌山県で一番高い糖度が出たんではないかというふうに県の文化品試験場でもコメントいただきました。果物を一つ一つに、まあ、糖度を計測して確実に甘い果物をお届けするように心がけて販売しております。栽培方法も、まあ、微生物とミネラル分、微生物の活動とミネラル分を着目した農法という形でちょっと特殊なことをしております。9月だったらトネワセ、10月からお米、柿、みかんですね。平種、大衆、富裕柿と、まあ、ちょっと変わった柿から、まあ、ポピュラーな柿まで売っておりまして、みかんだったら11月の頭のゆら合わせという品種が非常におすすめです。はい、あれは美味しいです。大衆柿も美味しいです。12月、1月、2月と蔵出しみかんというのもやっております。はい、ですね、まあ桃に関してですけれども、うん、まあ桃で糖度の高いのを出すような方に何名か勉強しに行きまして、でそれぞれの方の内容を主査選ばしていいものを組み合わせていって、あとうちの土壌が粘土質な赤土なんで、そこに合うようなスタイルをっていうことで、まあいろいろ考えながらやって、まあ4年挑んだら出ましたというところなんですよ。どの木から出ました？ここの木では実はないんですよ。あ、そうなんですよ。山の向こう広すぎや。ここも高いです。ここも高い、ここも高いで、ここ同じ品種の川中島白桃ですね。川中島白桃で出たんですね。はい、川中島で出ました。はい、この品種で出まして、まあそうですね、まあやったかやったなと、非常にコストのかかる、コストかかる農法でして、まあ肥料にこだわるとなると、やっぱり通常の人よりも肥料代は4倍近くかかっておりますね、通常の農法に比べたら。もう植物整理に基づくような、植物整理に基づく、細胞分裂をより促すような農法といったけれども、収穫が忙しいんでやっぱりちょっと生えてしまう。そうですね、根が傷むんで、傾斜地はどうしても草刈りが大変なんで、的に難しいところがありますね。